はい、皆さんこんにちは、ワンダルグリッシュです。では今回は提督の決断法、都道府県もっと千葉プレイ続きをやっていきたいと思います。すでに千葉県は民主主義から帝国制度移行済みで、まあ、同じく群馬帝国というところと、まあ、歩調を合わせながら今後戦いをしていこうかなというのが基本戦略になりつつあります。でまずその第一段階として茨城県、ここをね、飲み込んでいこうかなということで、まあ、茨城県民の方いらっしゃれば本当に申し訳ないんですが、まあ、帰り討ちに会うかもしれないんですが、まずはこの茨城県と。で、まあ、将来的には埼玉、東京、まあ、この辺りと先端を開いていくことになるんじゃないかなと思うんですが、埼玉は東京から独立保証を受けているので、埼玉とまあ先端を開くと、まあ、東京と先端を開くことになる、まあ、逆もしかりですね。でこれに神奈川が加わってくるとちょっときついんじゃないのというのがあるので、まあ、神奈川県に対してはクーデターの工作を入れておきましょう。まあ、どこをねクーデターのポイントにするかなんですが、そうだなぁ、愛好石田とかなんかすごい懐かしいな。相模原とかね、僕大学の3年4年の時は相模原行きましたね。じゃあちょっとそのゆかりのある相模原に送っとく。で埼玉に対してはクーデターはちょっと難しいかな。東京に対してもクーデター送り込んでおきましょう。どうかな、東京は縁があるのはね町田はね住んでましたからね、大学の時。これもねキャンパスが近くにあったんで、じゃあこの町田をクーデターの拠点として活用していきましょう。ではまあこのくらいにして、時間を進めていこうかなというところなんですが、その他で言うとですね、まず編成をちょっと確認しておきましょうか。師団の編成ですね。ここにね、将来的には野戦病院と、補給中隊を入れていきたいんですが、今はね、ちょっと難しいですね。ここに入れていくのは。で、あとは、自動車化大隊を入れている、ここの部隊もこれ以上ちょっと同行するのは厳しいよね。ここにこそね整備兵とか入れてあるんで、さらに先ほどお話した野戦病院と補給の中隊を入れておきたいなというのはあるんですが、それもちょっとまた先になりそうですね。できれば質を上げていきたいなという思いがあるので、師団の質ですね、そこはちょっと意識的にやっていきましょう。であとは今後の建設の予定もね先に投入しておきたいと思います。まずは、陸上の要塞ですね。これを東京都の、なまっちゃいましたね。東京都の国境に、ちょっとね、作っておきたいと思います。で、これをちょっと優先度上げます。まあ、東京とね、いずれ開戦の時も来るだろうということで、まあ、埼玉と東京を先ほどお話した通り一緒に相手にしなきゃいけないっていうことになるんですけど、それがなかなかきついので、東京に関しては基本的には、この要塞で迎え撃とうということですね。であとはこの国境近くには飛行場をね建設しておきましょう。これで制空権を取るというところですね。龍ヶ崎の飛行場はもうやめましょう。龍ヶ崎の飛行場を作らない代わりに、まあ、成田からね制空権を取るための部隊は出していけばいいかなというところですね。じゃあこれで時間を進めていきます。とにかく師団数を増やすというところで戦闘準備ですね。
で、ここで栃木と群馬が一触即発という感じになりそうです。栃木は群馬の併合通告を拒否、まあそうなりますよね。これで本当にいつ戦争が始まってもおかしくないぞという状況になってきましたね。で、研究完了したので次の研究を進めていきましょう。ですね、ここは一旦補給兵を入れておきましょうか。で、さらに群馬帝国が栃木に宣戦布告ということで、いよいよ戦争が始まりましたね。じゃあこれすかさず群馬帝国に対してまずは義勇兵を派遣しておきます。で、あとは武官もねちょっと送り込みましょう。今のうちにできることは全部やるというところですね。まあ、いよいよ戦争が始まって、まあ、茨城に対してもね、こちらとしても戦争準備をどんどん進めていかなきゃいけないぞという感じになってきましたので、いよいよもって戦争準備のためにどんどんと手段を送り込んでいきましょう。なので今進めているのはこの機構部隊への注力を行ってるんですけど、これが終わったら茨城の運命を投入して、ついに茨城との戦争に突入していきます。まあ、併合作戦ですね。で、そのためにどかどかと師団数が欲しいので、まあ、ひたすらにね師団を増やしていくという作業を行っていきましょう。で、もう軍需工場に関しては足りてなさそうなものから順に割り当てていくしかないので割り当てていきましょう。で、基本はやっぱり歩兵装備、支援装備、このあたりはね基本装備になるので、重点的に入れていきます。原因式対空砲備蓄がちょっとできてきてるかとなると、ちょっと数を減らしてでも補充が全然追いついてない支援装備の方に回しましょう。で、ここで、機構部隊の注力が終わったので、いよいよ戦争を始めるための茨城への海戦自由獲得、これを入れていきます。で、それに合わせて、そろそろですね、師団の展開も行っていきましょう。基本的には3つの、歩兵を中心とした歩兵師団に1つのかな、装甲車部隊ですね。ちょっと分かりやすいようにチーバ君と入れ替えましょう。この戦車部隊をチーバ君にね変えていきます。んでだ、大関東政策ということで、群馬帝国は
関東の自治体の開放を行う方針を発表。それに大関東政策と名付けた。これは南関東の政府の意図があるもので、東京などとの関係が著しく悪化と。なるほど。で、選択肢が2つですね。まあ、特にこれによって何かが変わるわけではなさそうですと。で、師団の展開なんですが、まずですね、この第一部隊を、まあ、北側というか、配備した上で、水戸を目指します。ただですね、まあ、水戸を仮に奪ったとしても、日立あたりまで、首都をね、動かしてくる可能性があるので、そのあたりまで追撃をもうあらかじめするような、段取りにはしておきましょう。まあ、とにかく水戸を奪取すると。で、装甲車部隊はもう水戸に向けてね、突貫を仕掛けていきます。これで、まあ併合の自由を獲得したら攻めを行うというところになるんですけど、それぞれに対して、近接航空支援部隊を入れてあげます。といってもね、近接と名の付くのは2部隊しかいないので、他はね、もう戦闘機部隊による、まあ、簡易的な支援というところにとどまるかなとは思います。で、これで、まあ、航空部隊の支援を受けつつ、まあ、進軍を行うというところですね。ではこれでまたね、時間を思い切って進めていきたいと思います。ではね、我々も一気に戦争へと突入していきましょう。で、その前にね、国家方針、次のを入れておきたいと思います。で、ここはね、千葉大学に進んで研究枠を獲得したいので、茂原のガスを入れます。では、ここからね、戦争を始めていくので、まずは茨城、しっかり飲み込めるように頑張っていきましょう。宣戦布告です。まあ、軽戦車、要するね、装甲部隊がどれだけ頑張ってくれるかですね。那須条約で群馬帝国が栃木をこれ完全に併合しましたね。さすがよ、群馬帝国。で、3師団義勇軍送ってくれるというので、これはありがたく受け取りましょう。で、接収した軍事工場は、まずは足りていないところを中心にドカドカドカッと入れていきます。
水戸までね、一気に走りたいですね。まあ、順調に来てはいるので、このまま師団数を持って一気に圧するということで、水戸までこのスピード感で行けばおそらく全部併合可能かなというところを期待しつつ、まあ油断しないでね、攻め込んでもらいたいなというところですね。まあ、どっかでね、ほころびが出ると戦局が一変する可能性もあるんですが、まだね、同盟しているところとかもないと思うので、しっかりね、やってくれるんじゃないかなとは思います。でもう水戸まで迫ってるんで、このまま水戸を取ったら終わるんじゃないかなとは思うんですが、ここでちょっと水を差すような感じはなっちゃうんですけど、研究が1個進められるので、研究進めましょう。じゃあここはね、装備変換ボーナスが受けられる改造型装置装備変換を入れておきます。この後ね、研究が進んできますからね。で、建設の方はというと、もうすぐ要塞が作られるようなところまで来そうな感じですね。さらに軍需工場を接収していきます。これで、戦争終結か。まずは全ての州の割譲、これを申し入れよう。これで完全に茨城を飲み込みましたね。さあ、茨城を飲み込んだら、こっからなんですよね。ちょっと茨城県民の、皆さん、もし視聴者の方がいたら大変申し訳ないんですけど、まあ、僕が、好きなようにプレイヤーとしてプレイしてるんでこんな展開になってますけど、まあね、無茶な師団の展開を行った、まあ、結果だというところだと思います。でまあ、それはそれとして、今後埼玉と戦争をしていく、つまり東京も相手にするってことを考えると、師団をね、一気に大移動させておきましょう。まず第一弾は、まあ、東京の最前線に配備。第二師団もこの後ね、埼玉との戦いに奮戦してもらいましょう。で、第三師団に関しては、まあ、東京、神奈川、この辺りは千葉県に対して、上陸作戦をね、展開してくる可能性が大いにあるので、まあ、それを防ぐ役割をちょっと担ってもらいましょう。というわけで、海岸を中心に部隊を防御のために配備していきます。まあ、こんなところかな。で、千葉くんは埼玉にね、首都に向かってこの短い距離走り抜いてもらおうという感じですね。で、軍需工場では、足りない備品を中心に
作っていきましょう。で、まあ、今後の展開を睨んでですね、まずは野戦砲、これを作って、さらに近接航空支援機、これも作ります。まあ、今すぐにね、生きてくるものではないんですが、今後埼玉、東京、神奈川を相手にするときに必要になってくるものということで、入れていくようにしたいと思います。ではね、まあ、今回ここで切りが一旦いいので、終わりにさせていただいて、次回またね、今度は対埼玉、対東京戦を睨んだ戦略を練っていきたいなというふうに思っています。では今回はここまでにさせていただきたいと思います。はい、というわけで、最後までご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネルの登録、あとはですね、ツイッターの方で動画の収録状況と、あとは配信状況、まあ、その他もろもろ情報を発信しておりますので、興味のある方はぜひツイッターの方もフォローしていただければ嬉しいなというふうに思います。